日本の真ん中に位置する。滋賀県、知られざる治安の、実態を暴く。ふんふふーん。あら、マリサ。何かいいことでもあったの？実は今度、旅行で滋賀県に行ってくるんだ。琵琶湖で遊んで、美味しいものを食べまくって、最高の時間を過ごすんだぜ。ふふ、マリサらしい楽しみ方ね。でも、ちょっとだけ気になることもあるんだ。マリサがしょんぼりするなんて、珍しいわね。どうしたの？実は観光スポットを調べてた時に、滋賀県は治安が悪いって書いてあったんだ。もし旅行中に、何か悪いことが起こると思うと、怖くておやつが美味しく食べられないんだぜ。がっつり食べてるじゃないの。頼むよ。物知りお持ちり霊夢大先生、私に滋賀県のことを、教えてくれよ。まったく、仕方ないわねー。それじゃあこの霊夢大先生が、マリサのために滋賀県の治安について解説してあげるわ。よろしくお願いするんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。それじゃあまずは、滋賀県について話すわね。マリサは滋賀県のこと、どのぐらい知ってるの？おう、日本で一番大きい、琵琶湖があるんだぜ。あとは、九州にあるんだっけ？それ、佐賀県が混じってない？滋賀県は近畿地方。日本の真ん中にあるの。北に福井県。東に岐阜県、南に三重県、そして西に京都府があるわ。東海道や東山道、北陸道が合流する場所だから、陸上交通の要でもあるの。もちろん知ってたんだぜ。冗談だ、冗談。はいはい。そして一番の特徴は、マリサも言ってた琵琶湖ね。琵琶湖の面積は、約670平方キロメートル。滋賀県の面積が、約4017平方キロメートルだから、滋賀県の6分の1が湖ということね。6分の 1？それはすごいな。あ、でも地図で見るともっと大きく見えるから、意外と小さい、のか？地図で見ると3分の1あるんじゃって思うのは、琵琶湖あるあるなのかもね。そして琵琶湖は観光資源としてだけじゃなく、産業用水や飲み水として利用されている上、内陸県としては唯一、漁港を持っているの。魚も取れるのか、琵琶湖は滋賀県民にとって、なくてはならないものなんだぜ。琵琶湖については過去動画でも紹介しているから、よかったらそっちも見てちょうだい。次に周囲の地形だけど、山脈や山地に取り囲まれているわ。比叡山や井口山、野坂山地なんかがそうね。周りが山で、真ん中に湖か。なんだか人が住める場所が少なそうだな。お、なかなか鋭いわね、マリサ。滋賀県の荷重地面積は、全体の約3割になるの。荷重地面積？それって何なんだ？荷重地面積は、総面積から森林、湖や沼の面積を引いた、人が住める土地の面積のことね。ふんふん。その荷重地面積が滋賀県は3割。え？少ないんだぜ。そうなの。荷重地面積だけで見ると、総面積46位の大阪府と同じくらいになるわ。なるほど。それだけ自然がいっぱいなんだな。でも霊夢、滋賀県が自然豊かな田舎なら、どうして治安が悪いって話が出るんだ？田舎って人が少なくて、協力して生活してるアットホームなイメージがあるんだぜ。それじゃあ次は、滋賀県の犯罪件数について話していくわね。滋賀県警の発表によると、2023年の犯罪認知件数は、7771件、前年が6830件だから、約 14% 犯罪が増加していることになるわね。ふんふん。とはいえ霊夢、件数だけ言われても、正直よくわからないぞ。これって多いのか？少ないのか？そう言うと思って、刑法犯遭遇率も調べたわ。刑法犯遭遇率？また難しい言葉が出たんだぜ。刑法犯遭遇率は、何人に1人が犯罪に遭うかの確率よ。例えば A 県と B 県それぞれで、年間100件の犯罪が発生したとするわね。A 県の人口が1万人だとしたら、刑法犯遭遇率は100人に1人になるの。100人に1人が犯罪に遭っちゃうのか。一方で B 県の人口が1000人とすると、刑法犯遭遇率は10人に1人。同じ犯罪件数が100件でも、全然違うでしょ？確かに危なさが全然違う。10人に1人とか、外歩くのが怖いんだぜ。つまり刑法犯遭遇率は、人の数が少なければ少ないほど、危なくなるんだな。そういうこと。さてここで、マリサにクイズよ。出た、唐突なクイズ。警備会社のアルソックが、犯罪遭遇率を毎年ワーストランキングにして公表しているの。この最新データによると、滋賀県の刑法犯遭遇率は、207人に1人なの。これは何位になるでしょうか？難しいんだぜ。治安が悪いって話があるから、高い？でも東京や大阪の方が多そうだよな。ちなみに、大阪は128人に1人で1位。東京は176人で3位になるわ。あれ？東京は3位なんだな。ぶっちぎりの1位と思ってたから意外だぜ。それじゃあ、20位くらいか？ぶっぷー、残念、外れよ。正解は10位よ。
ちなみに岐阜県と同率ね。まさかの10位？え、いくらなんでも多すぎないか？他の県はどうなってるんだ？それじゃあ、このグラフを見てちょうだい。はい、ドーン。おお、なんだか難しそうなグラフだな。難しくないわよ。順に見ていきましょう。まず横の数値は、犯罪遭遇率ね。右に行けば行くほど、遭遇率が下がるわ。次に縦の数値は、検挙率。検挙率は、犯罪件数における、容疑者を特定した件数の割合のことね。この数値が上に行けば行くほど、ちゃんと容疑者を見つけたってこと。それで右上が、治安がいい、ってなって、左下が、治安が悪い、って書いてあるんだな。なあなあ、霊夢。全国平均はわかるんだけど、青い線は何なんだ？青い線は前年と比べて、座標が大きく動いたことを表してるの。青い四角が去年の数値だから、それだけ治安が悪化したってことになるの。あ、よく見ると青い線は矢印になってるな。これだけ悪化した県があるのか。こうして見ると、治安が悪い県は人口が多かったり、観光地が多いんだぜ。そうね。犯罪遭遇率の平均以下の県は、大体が人口ランキングの上位にいるわ。そうすると余計に、滋賀県が目立つなぁ。急に治安も悪くなってるし。霊夢霊夢、滋賀県の治安について、もっと知りたいんだぜ。それじゃあ次は、滋賀県の犯罪件数が多い市町、トップ3を話していくわね。ちなみに今回のランキングは、2023年の1年分の件数を元にしてるわ。早速行くわよ。まずは第3位。デケデケデン。長浜市、720件。長浜市は滋賀県の北部にあって、琵琶湖を含めた地域面積は、滋賀県第2位よ。有名なのは、羽柴秀吉が築城した長浜城ね。お城っていいよなぁ、ロマンがあるんだぜ。次はどんな犯罪が多いかを発表するわ。一番多いのは窃盗犯。空き巣やひったくり、車上狙いなんかが該当するわ。合計件数は437件。発生した犯罪の半分は、窃盗ということね。人のものを取るのはダメなんだぜ。あら、そういうマリサは、この間貸した本をいつ返してくれるの？ごめんなんだぜ。後でちゃんと返すから、まったくもう。と、話が逸れたわね。2番目に多いのは知能犯。詐欺なんかがそうね。件数は合計87件。今は新しい詐欺の手口が次々に出ているから、今後も増えそうよ。私も美味しい話には気をつけるぜ。美味しい食べ物なら、大歓迎だけどな。はいはい。そして最後に紹介するのは粗暴犯。ここには暴行や傷害、脅迫や恐喝も入るわね。件数は合計67件よ。ん？暴行と傷害。脅迫と恐喝って同じ意味じゃないのか？法律的な話になるから、細かい話は割愛するけど、相手に攻撃したり怪我を負わせる行為は、暴行罪になるわ。そして相手が怪我をした場合は、傷害罪ね。ふんふん。一方で脅迫は人に対して脅す行為ね。お前の家族がどうなってもいいのかとか。そして恐喝は、脅しや暴行をしてお金といった財物を受け取ったりすることね。なるほどな。サンキューレイム。どういたしまして。さて長くなったしそろそろ次に行きましょうか。それでは第2位の発表です。デケデケデン。草津市、1079件。草津市は滋賀県の南西部にある市よ。人口は滋賀県内で第2位の都市ね。また東海道線や草津線、名神高速道路といった交通の便がとってもいいの。東西を結ぶ交通の要衝になるわ。草津、温泉。温泉まんじゅう。絶対いると思った。違うわよ。草津温泉は群馬県にあって、草津市とは関係ないの。ガーン、なんだぜ。食いしん坊マリサは放っておいて、発生数の多い犯罪を発表するわよ。一番多いのは窃盗犯。合計744件よ。長浜市と同じだな。件数は全然違うけど。ところで霊夢。一つ質問があるんだ。ん？何かしら？窃盗犯の中にある、車上狙いってなんだ？車が盗まれちゃうってことか？車上狙いっていうのは、自動車などの積み荷や車内の金品を盗むことね。自転車のカゴの荷物も対象になるわよ。へぇ、自転車も対象になるのか。あとは車のバッテリーやカーナビといった車のパーツも、海外で売れるから狙われるわ。そんなものまで取られちゃうのか？ええ、パーツの取り外しはさすがに時間がかかるけど、鍵を閉め忘れた車のダッシュボードや、座席の荷物を取るのは、10分もかからないわ。あとは窓の閉め忘れも注意よ。これからは注意するぞ。次に多いのは粗暴犯。合計92件。あ、草津市は粗暴犯の方が多いんだな。そうね。ちなみに粗暴犯の中では、暴行罪が50件と、一番多く発生しているわ。長浜市の暴行罪件数は、46件ね。粗暴犯の中では、暴行罪が多くなるんだな。喧嘩からヒートアップしちゃったのかな？かもね。あとは交通面から人が集まりやすいし、トラブルが起こりやすい環境なのもあるわ。夜にお酒を飲んで、酔っ払ってトラブルになるのかもしれないんだぜ。
いろいろ考察するのはいいことね。マリサの成長が嬉しいわ。子供扱いはやめてほしいんだぜ。ほほほ。次に3番目に多い犯罪についてね。知能犯が91件よ。粗暴犯と一件違いか。ほとんど同じくらいだな。そうなの。それじゃあ次はいよいよ1位の発表に行くわよ。どこの市かな？滋賀県内の犯罪数ランキング、第1位は、デケ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 デーデン。大津市、1927件。大津市は滋賀県の県庁所在地で、人口も滋賀県内で最も多い、約34万人よ。大津市って、県庁所在地なんだな。てっきり滋賀市にあるのかと思ってたんだぜ。マリサ、小学校で習わなかったの？へへへ。あと地図を見て思ったけど、県庁所在地なのに、すごく端っこにあるんだな。滋賀県の東側より、京都の方が近いんだぜ。そうね。実際に京都駅へ約9分で着く東海道本線もあるから、行き来が多いのよ。ちなみに京都と滋賀の関係について、過去に動画を上げてるから、よかったら見てね。水止めたろかー。ご本？そろそろ話を戻しましょうか。次にどんな犯罪が多いかを発表していくわ。一番多いのは窃盗犯。件数は合計で1076件。ここでとうとう1000件を超えたわ。多いなぁ。やっぱり県庁所在地だからか？人が多くなるとどうしてもねぇ。二番目に多いのは知能犯。件数は合計254件よ。そして三番目に多いのは粗暴犯。合計件数は218件。多少順位が変わることはあったけど、基本的にこの3つの犯罪が多くなるんだな。そしてこれはおまけ情報になるけど、大津市では器物破損の件数も多いわよ。件数は178件だけど、粗暴犯のカテゴリー内で最も多い暴行罪が、123件なの。おっと。ここに来てまさかの、新しい犯罪の登場なんだぜ。大津市は他の市よりも、物を盗まれたり壊されるのに注意した方がいいのかな？どこでも警戒は必要だけど、データから見るとその傾向があるわね。なあ霊夢。滋賀県でどんな犯罪が多いかは、なんとなくわかったんだけど、どうしてこんなに滋賀県が多いんだ？出てきた犯罪は、どこでも起こるだろ？それじゃあ次は、私が調べて推測した、治安が悪いと言われる原因を話しましょうか。先に結論をまとめるわね。よろしく頼むんだぜ。1、ベッドタウンによる人の移動。2、反社会的勢力の存在。3、外国人労働者の増加。こんなところかしら。おお、いっぱい出てきたんだぜ。順に説明していくわね。滋賀県は交通の便がいいことと、京都と大阪が近いことから、2県のベッドタウンと言われているわ。この表を見てちょうだい。滋賀県内の人口や増減率をまとめてるの。大津市とか左下の人口が多いし、人が増えてるんだな。わかりやすいぜ。それにここなら、京都も大阪も近いな。そうなの。特に京都は以前、別の動画でも話したけど、京都は若者の流出による人口減少が問題になっているの。確か観光に力を入れすぎて、マンションの家賃が高くなってるんだっけか？そうそう。そんな人たちの移住先として、大津市やその周辺の人口が増えているのね。家賃が安くなって、通勤もしやすいし、いいことだらけだぜ。京都の財政破綻という問題はあるけどね。でもなんで、ベッドタウンが理由に上がるんだ？ベッドタウンだと、日中は仕事や学校で移動して、夜に休むために家に帰ってくる。つまり日中は、人が少なくなるわよね。そうだな。滋賀県で働いてる人を外せば、主婦やおじいちゃん、おばあちゃんか？まあそういう人が多くなるわよね。そうすると詐欺の電話がかかってきた時に、相談できる人が近くにいないじゃない？仕事中だと電話も難しいし、そもそも詐欺だとは思わずに振り込んだり、家に帰ってきて、おばあちゃんが詐欺に遭ってたなんて、ちょっとしたホラーなんだぜ。それと人が少ないと、必然的に目撃者も少なくなってしまうわ。人の目ってすごく大切なの。人の目があれば抑止力になるし、犯人逮捕も早くなる。みんなで気をつけていれば、犯罪は減るんだな。そこで滋賀県では、1995年6月から、毎月20日は地域安全の日と設定しているの。県民それぞれが防犯意識を持つことで、防犯の行動ができ、治安悪化を防げるわ。みんな、戸締まりや荷物には気をつけるんだぜ。それと知らない人からの電話にもね。続いては、反社会的勢力についてね。実は滋賀県の大津市には、近江一家と呼ばれる、暴力団の本部があるの。暴力団がいるのか？ええ。近江一家は山口組という、兵庫県にある指定暴力団の直系組織と言われてるわ。構成員は、だいたい50から60人ぐらいよ。ひえー、怖いんだぜ。1990年代初頭には、約500人ほど県内にいたことを考えると、これでも減ったんだけどね。警察の皆さん、頑張ってくれてありがとう。ええー。条例を制定して、徹底的に取り締まった、市や警察官の方には、感謝しないとね。
ただ残っている組合員は資金調達のために、裏で詐欺や闇バイトからの犯罪指示を行うの。逆に言うと、これらの犯罪に巻き込まれる人が減れば減るほど、彼らの資金も減るってことね。自分が気をつけたら、みんなの平和にもつながるんだな。まさに一刀両断なんだぜ。一石二鳥ね。一刀両断だと誰か切っちゃってるわよ。おっと、私としたことがうっかり。はいはい。どんどん行くわよ。次に外国人労働者の増加についてね。実は滋賀県は、有名企業の工場が多くあるの。ダイハツや日清食品、パナソニックとかね。おお、聞いたことがある会社ばっかりなんだぜ。特に日清食品のカップ麺は、夜中の癒しなんだよな。太るわよ。さ、最近は少しずつ減らしてるから。おデブ街道まっしぐらなマリサは置いといて、次はこの表を見てちょうだい。これは滋賀県内の工業生産をまとめてるの。特に南部が目立つわね。また滋賀県は、製造業に従事している人の割合が全国一位だったり、日本屈指の内陸工場県なの。意外なんだぜ。なんでみんな滋賀県に工場を建てようとするんだ？滋賀県は交通の便がいいから、作ったものを搬送するのにちょうどいいのよ。他にも琵琶湖という水産資源の豊富さや、台風などの自然災害が少ないところも要因ね。で、ここからが本題なんだけど、その工場で働く外国人が増加しているの。滋賀県国際協会がまとめた資料を見ると、最近はベトナムやブラジルからが多いわね。特にベトナムはここ数年で一気に増えているわ。ベトナム人が増えたから、過去一番外国人の人口が増えてるんだな。そう。続いてのグラフがこちら。市町別の外国人人口をまとめているんだけど、気づいたかしら？うん？何が？よく見てちょうだい。さっき出した工業生産の多い市が多く上がっているでしょう。あ、本当だ。今日の赤丸が大きい市がたくさんある。でしょ？まあ大津市はベッドタウンの面が強いから、例外もあるけどね。さてそれで犯罪件数なんだけど、滋賀県内の報告は調べても見当たらなかったから、今回は全国版で紹介するわね。お願いするんだぜ。まず外国人による犯罪検挙数は、8548件。そのうちの約6割が窃盗ね。多い犯罪の種類を見ると、滋賀県内とあんまり変わらないんだな。そうね。余談だけど全国の犯罪検挙数で見ると、窃盗の次に器物破損が多いそうよ。確かにニュースだと車に傷をつけられたとか、ちょくちょく聞くもんな。あとは公共の壁などへの落書きといった、物を害することも対象になるわ。幅があるから、件数が高くなるんだな。次に検挙数の推移を見てちょうだい。うわわ、左のグラフ、大きな山があるんだぜ。20年分の外国人の犯罪件数推移の表だけど、平成17年頃がピークね。現在はピーク時の半分以下だけど、5048件と、まだまだ多いわね。右側のグラフだと、暴行、傷害罪が多くなっているのがわかるな。ええ。そして国籍ごとの件数を見てみると、窃盗はベトナム人が2620件、中国人は1068件、ブラジル人が233件よ。ベトナム人の数が、中国人の倍あるんだぜ。それに確か滋賀県内でも、ベトナム人が一番多かったよな。なんでベトナム人は、盗みをする人が多いんだ？日本に来る外国人の理由は、旅行が一番多いけど、近年増加しているのが技能実習なの。技能実習？それなんなんだぜ？発展途上国の人が日本で働きながら、技術を学ぶ制度のことよ。技術を国に持ち帰ってもらって、間接的にその国の経済発展を手伝う目的ね。とはいえ、多くの人は出稼ぎのために制度を利用しているようだけど、そしてこの制度で来ている外国人は、ベトナム人が一番多いの。それだけだといい制度だと思うけど、何か問題があるのか？この制度だと技術の持ち帰りが目的だから、転職が原則できないのよ。その上で稼ぎが必要な人が来るから、借金をして来日する人が多いわ。借金が必要な中でさらに仲介業者への支払いや、家族への仕送りもあるの。うわ。それは大変なんだぜ。さらに技能実習生を受け入れている企業の中に、転職ができないから逃げられないと、安い賃金で働かせたり、暴力を振るうブラック企業が問題になったわ。何、そんな悪い奴もいるのか？家族のために頑張る人にひどいんだぜ。そう。それで暴動にもならなくて、失踪した人が日本には約1万人いるって話なの。そんなにいるのか。それでその人たちが生活するために盗みをして、治安悪化してるんだな。そうなの。だから政府も問題を解決するために、制度を廃止する動きがあるわ。少しずつでも、そんな人たちが減っていってほしいんだぜ。そうね。あとお願いしたいのが、すべての外国人が犯罪を起こすわけではないから、偏見を持たないでほしいの。日本が好きな人や、優しくて善良な人もたくさんいるから、それに日本人だって悪いことする人はいるもの。もちろんだぜ、いろんな国の人と仲良くなって、一緒に美味しいものを食べたりするんだ。そうね。マリサらしい素敵な考えね。
それにしても霊夢、滋賀県の治安についていろいろ聞いてきたけど、このままだと暗い気持ちのまま終わるから、滋賀県のいいところも聞きたいんだぜ。うっふ。もちろんよ、滋賀県のいいところだけど、琵琶湖と交通の便については省略するわ。他の動画でもだけど、この動画内でも説明済みだからね。視聴者様の耳にイボができちゃうのか？それを言うなら耳にタコでしょう。ご本？それでいいところだけど、私はエリアごとに様々な楽しみがあるところだと思うわ。例えば？まずはお城や神社といった歴史的建造物がたくさん残っていること。長浜城や彦根城、延暦寺、尺の都合で一部しか紹介できないことが悔やまれるわね。ちなみに霊夢のおすすめはどこだ？滋賀県の北西部にある高島市の白髭神社ね。琵琶湖に佇む大鳥居がとても美しいの。近江の厳島と言われるのも納得ね。おお、青い湖に赤い鳥居が綺麗なんだぜ。それで、そういうマリサはおすすめはある？お城とかとは違うんだけど、長浜市にある黒壁スクエアが気になるな。レトロな街並みでガラスショップが綺麗だし、何よりカフェで美味しいもの食べられるんだぜ。ほほほ。食べ物に行くのがマリサらしいわね。確かに食べ歩きもおすすめの一つだけど。それと、黒壁13号館では、吹きガラスやグラス製作なども体験できるわよ。よーし、この天才マリサちゃんが、ビューティフルなグラスを作るんだぜ。ほほほ。画伯マリサの腕に期待するわ。さて次に紹介するのは、豊かな自然ね。湖や山が近いから、気軽に自然を楽しめるわよ。滋賀県の7割が森林や琵琶湖だもんな。せっかくだからさっきみたいに、それぞれのおすすめスポットを紹介しましょうか。いいな、まずは霊夢から言ってくれ。そうねー。比叡山の四季を楽しみながらのハイキングも心身によくて惹かれるけど、私は竹生島をおすすめするわ。どんなところなんだ？島ってことは琵琶湖か？正解、この島は琵琶湖北部にある島なんだけど、パワースポットとしても有名なの。特に弁財天様を祀る、宝厳寺は行かなきゃ損よ。弁財天様？どっかで聞いたような。七福神の一柱よ、水を司る神様なんだけど、財運、芸能、学問、美人祈願のご利益があるの。もう行くしかないわよね。お、落ち着くんだぜ、霊夢。は、ごめんなさい。それじゃあマリサのおすすめを教えてちょうだい。お、おう、私は日野町にある、滋賀農業公園ブルーメの丘がおすすめだな。一年中いろんな花が楽しめるし、アスレチックや動物もいて、一日楽しめるんだぜ。何よりソフトクリームとかの料理が美味しい。うん、マリサらしいわ。そして最後に紹介するのは、必要な施設が充実しているところね。これは大津市や草津市といった、人口が集中している市の話になるんだけど、駅周辺にマンションや病院、産業施設が揃っているから、とても過ごしやすいの。家と病院と買い物できる場所があれば、住むにはすっごく便利でいいな。おまけに交通面もバッチリなんだぜ。そして草津市は都市開発が進んでいるから、今後ももっと栄えていくわよ。おしゃれで美味しいものが食べられるカフェとか、どんどん増えていくといいな。それにしても、京都や大阪より家賃も安いし、住むのにもいい街だよな。治安がちょっと怖いけど。そうね。でも、治安が悪い理由を話した時にも軽く触れたけど、市や警察、そして国とそれぞれの立場から、より良い街になるよう、尽力しているわ。そして多発している犯罪の多くは、私たちが対策をすることで減らすことができるものよ。そうだな。窃盗や詐欺はみんながそれぞれ注意していれば、防げるんだぜ。そうやって気をつければ、暴力団への資金も減っていき、もっと治安が良くなるわ。うおう、そうすればもっといい街になるな。滋賀県民じゃないけど、私も気をつけるぞ。私やマリサ、視聴者様とみんなが気をつければ、日本自体がもっといい国になるわね。そうしたらもっと日本が好きになって、旅行やグルメを楽しめるんだぜ。まったく、マリサはグルメのことばかりね。へへへ。視聴者様も美味しいもの好きだよな。滋賀県のおすすめグルメ教えてほしいな。グルメだけじゃなく、滋賀県のいいところや、行っている防犯対策も教えてほしいわ。それと滋賀県については、過去動画も上げてるから、よければ見てちょうだい。おすすめは同じベッドタウンで、いじられやすい埼玉県と比べた動画だぜ。ダ埼玉 VS ゲジゲジの勝負の行方はいかに。ってね。よし、滋賀県のこといろいろ知れたし、このまま旅行計画を立てるぞ。霊夢も手伝ってくれ。はいはい。お土産よろしくね。それじゃあ船寿司はどうだ？気になってたから一緒に食べようぜ。あ、あの匂いのせいで、滋賀県民も賛否両論の？他にもお土産ちょうだいね。へへへ。珍味も楽しんでこそのグルメだからな。それでは、ご視聴ありがとうございました。